ご当地キャラクター、アミタン娘のイラストをあしらった特別列車ご当地キャラクターは地域に根ざす萌えキャラやゆるキャラの総称。通称ご当地キャラ。一般的にはある地域を拠点として活動し地元の活性化を目指すキャラクター全般を指す。地域振興を担う萌えキャラやゆるキャラの総称とされる例は多いが講義にはローカルヒーローやローカルアイドルを含める場合もある。 地方自治体や商業組合のみならず一般企業が運営する例も少なくない。ウェブサイト等での広報活動やグッズの販売、各地で行われる催しへの参加等、ご当地キャラクターの活動は多岐にわたる。キャラクターのファンのために活動する場合もあるが、原則的にはキャラクターを通じ、ある地域への人々の誘引につながる活動を行う。イベントへの参加時、 萌えキャラの場合はコスプレで、ゆるキャラの場合は着ぐるみによるパフォーマンスを開始、特産物や観光地、産業の紹介を行ったり、地域を PR するのが慣例となっている。定期的にご当地キャラクターの人気投票等も開催されており、その結果がメディアに取り上げられることもある。行政や地方自治体が管理していたり、下ミルクに代表される一企業が、 営利を目的として公開しているキャラクターである場合、その大部分は二次創作にも厳しいガイドラインを設けており、ファンであれ自由なイラスト等は公開できない。しかしながら、東北ずんこのように、一定の条件に従えば、使用に大きな制限を設けないキャラクターも存在する。取扱いについて、自由度の高いキャラクターは、行政や地方自治体より公認を受けていない。 大部分の萌えキャラに多い。このような背景から、ヒコニャ、ニャクマ、モントをメディアに大きく取り上げられた極わずかなキャラクターを除き、非公認キャラクターの方が、ファンが付きやすく、人気を得やすい傾向にある。ありがとうございます。